はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、 K の大冒険です。というわけでね、さすがもうそれがメインな。え、違うんだよ、紐だとなんか引けないのいっぱいあるから。じゃあ麺2つ出してこう。このランチャーといったら俺だよみたいな。これがチャチャブーといったらこいつね。とかね、黄色俺うん、黄色だね。じゃあそっちも黄色にするべき。ロングワインだったら俺だけだもんだって。あ、確かにね。まあ確かにロング出るとしたら、俺ロングあるとしたらこのクリアだけだもん。よし、行くぞ、やるぞ、ほら、体育しろ、あげろ。いいよ。というわけで勝ち抜き戦、今回は前は2個プラスだけど、今回は2個マイナスということで、8体のベイを使ってやっていきましょう。待て、はい、3、2、1、ゴース。ワンモン、ワンモン。ほら、頑張ってね、頑張って。あ、いくぜ。はい、3、2、1、ゴース。はははは、何のことかな。ペッ、3、2、1、ゴース。何のことかな。何を言ってんだい、このウォーミングアップで。ワイブー、怒るぞ。やろうよ。はい、よ、しっかりやろう。何が終わるの。3、2、1、ゴース。よし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 。攻めの攻撃だぞ。ヘイデムダイズ。おギガ。ギガ。ギガゾンビ。いや、それ知ってる。ギガゾンビ。うわ。あった、ギガゾンビ。そういう名前なんだ。そういう名前なんだ。俺ギガゾンビだぞ、な。ドラえもんで来なきゃ勝てねえぞ。でん、ドラえもんっぽいな色。3、2、1、ゴース。おいおい、これ結構ゴリゴリ同士じゃない。あの、キングコング。あ、てか見に行こうよ。何を。キングコングの映画。あ、いいよ。今度のね、初めながら、初めながら、これいっちゃうんじゃない、これ。おいおいおい、今度の土日行こう。え、てか遊戯王のマジ映画超やばい、あれ。あ、まだ借りてねえや。もうね、会話のあのね、もう俺はね、名言が好きすぎてやばかった。何、神だってやつ。そう、なんか相手がなんかね、ただのモンスターではないっつって。俺らのね、領域を超えてるもうモンスターいっぱい出てくんの。おう、超強いの。ほう。で、なんかモンスター効果が使えないみたいになって、うん。でも会話が超追い詰められるんだよ。あと一撃でやられるときに、うん、3、2、1。しかもシュートミスだし。会話の途中で挟むんだよ。いつかなとは思ったけど。3、2、1、ゴース。でね、でなんかそのデュエルが異次元領域デュエルっつって、異次元、自分の想像でデュエルをするみたいな感じなの。自分の想像力が強ければ強いほどモンスターの攻撃力も上がるしみたいな。マジ、うん。ついて。おお、入ったぞ。それで、うん、もう会話が追い詰められちゃう。うん、相手はもうそれを完全にマスターしてるやつだから。うん、で、会話が追い詰められた時に、もうだボロボロなのよ、会話。うん、攻撃受けまくってて、うんうん、でも考える力もないのに、うん、そこでオベリスクをね、想像して召喚するの。うん、でも向こうもびっくりしちゃうわけよ。うん、なんだとつって、ファラオの守護神を呼び出したというのかとか言って、でオベリスクの効果使ってダイレクトアタックするんだけど、うん、3 やべえ、なんかお前の変なトークンのペースのせいで負けまくってんだけど、でおう、ダイレクトアそんなモンスター効果は使えないはずなのに、モンスターではない、神だ。行け、オベリスク向かうしへーよーとか言って、うん、超かっこいいんだよ。わかんねえよ、タイミングを。説明するかシュートするかどっちかにしろ。3、2、1、ゴース。じゃあバルトゥール、あー、これだったらオシリスとラーだね。ああ、そうだね。色的に、うん、
ベリスク、オベリスク、オベリスクどこにいた？マット？ここ。あーんってなんだよ。いやー、時給は弱い。まずいよー。おろーし、負けちゃったよ。ギリ。ワンロック。やばい、この壁でかくなったぞ、このせいで。このせいで壁がでかくなったぞ。よしよし。君がいつも苦戦している壁だ。ワンチャンかけたね。うん。フルで引くか。3、2、1、ゴーシュ。疲れる。疲れる。3、2、1、ゴーシュ。お互い本気すぎな。3、2、1、ゴーシュ。おお。うわ、うわ、真ん中に交差せないつもりか。いけ、あと剣で、剣先で、入れろ。お、耐えきった。よかったよかった。やってくれるね。超疲れた。3、2、1、ゴーシュ。おーし、ディスクが当たったさ。バカじゃないのお前、ほんとにやる気ねえなら帰れ。自分の目になんてこと。さっきの外人ない。おーし、ほらもうこういうことになる。俺のベイガー。強く強くよ。さ、動画でさ、うん、超くだらないなって、うん、スマブラのモノマネしてる人がいてさ、モノマネ超珍しいじゃん。うん、何これ面白そうと思ったら、対マスターハンド戦で超意味のないフォックスの2スマッシュとか言ってた。後で見せてあげるね。うん、動画で関係ねえこと言うなよ。防御には防御で。ほうほう、貴様の相棒出てきたな。3、2、1、ゴーシュ。でもお互いこうだからね。余韻がのずっと止まってるから。いや、時給は負ける。せめてぶっ壊してほしい。頑張れケルベウス、久々の登場だろ。いいとこ見せてくれよ。おお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 、お前ってやつだ。お前ってやつだ。モロッコなんだけどな。よし、やばいよこの壁本当に。いつもそうだよ。でもこいつ出すのまだ早いもんな。でもこいつじゃなんか倒せない気がするな。エアリアルか。そうだよ。そうだよ。そうだよ。文字で言うと星でもついたのが。3、2、1、ゴーシュ。ダメダメ。いや、もう一回。ああ、いで。いで。いで。いでよ。いでよ。オベリスク。オベリスク、オーディン。オーディン。3、2、1、ゴーシュ。ここはしっかり戦おうぜ。しっかりやってるよ。いや、お前のやつがルンルンルンって言うこと聞かないんだけど。あれだろ、リザードみたいな。うん、ポケモンで言うリザードみたいな。3、2、1、ゴーシュ。いってやだわ。ほら、ゲージしちゃったよ、ほら。レイヤーそれ、うん、全部揃った。揃った。待って、今打った瞬間に俺の親指にくっついてたからね。いや、僕行きたくない。誰だよ。バイバン。だっせえ、これせんな。3、2、1、ゴーシュ。待って待って待って。なんで場外でそういう面白いことするか。でもみんなであるあるだと思うよね、うん、場外出たらなんかベイが面白いところに行くっていう。3、2、1、ゴーシュ。わー、やってくれたね。よしよし、壁を壊したぞ。くそ、これで俺もワイパン使えないからな、こっから先。いやー、壁崩されんの早いな。対処法がそいつだ。あと3体じゃん。そうなんですよ。まだ余裕があるぞ。
それやばいな。いくぜ、3、2、1、ゴーシュ。なんでちゃんと戦おうぜ。おお、いいだろう。レイレディー、いくぜ、かかってきなちゃい。いくぜ、3、2、1、ゴーシュ。早いな、それ。早いよ。でもまだガチシュートじゃない。ガチシュートで来いよ。そうすると出ちゃうんで。3、2、1、ゴーシュ。よし、ロングワインダーをやめようじゃないか。ガチシュート戻ろう。ほう。もうそれ用だよね、それね。3、2、1、ゴーシュ。仲良しなんだが、俺らのシュートもステージが動いちゃうね。腰が動くぞ。3、2、1、ゴー。なんでだよ。どうしたお前、ゴッドバルキーでびっくりしてるのか。なんでこいつみたいな。いや、こいつ当たんない方がいい。3、2、1、ゴー。ちゃんと戦おうぜ。あ、みんなアマちゃんルールだからよろしくね。3、2、1、ゴーシュ。ケッ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 。なんでそれ。どうやってやったんだよ。すごい。ジュアル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 、やばいよ。どう映ってたかな、今。映ったんじゃねえかな。あ、映ってんな。映ってる、ここだもん。3、2、1、ゴーシュ。おー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 、よしよしよし。そんなアタッカーには勝てないな。あ、そうだ、ポイントじゃねえ。ポイン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 。疲れた。おーっと、ちょっと相性悪いな。3、2、1、ゴーシュ。よしよし、マジかい。ノラク、やばいな、結構持ってかれてんな、これで。あれ、同点じゃん。いや、今回8体だからな。よし、ではほう、同じシリーズで3、2、1、ゴーシュ。マジで、マジです。当たるところがすごい悪い。場外ギリギリのところでコンってほいっつって、おい。赤玉銀を出すんだ。トライだよ、カムちゃん。3、2、1、ゴー。ベストシュート、バウンディング。よし、強くね。ワンロック、あ、強く、うすずき。やばいじゃん、これ。へへへ、はい。ほうほうじゃねえ、これしかいねえんだよ。へぇ。3、2、1、ゴーシュ。はーい、こっちゃうの、お前デスサイザーに戻らない。3、2、1、ゴーシュ。おー、溜めて溜めて、ゴー。当たんねえかい。オーバウンド入った。だがもうスタミナ見やがない、ベッドだ。外周されるときついわ、当たんなきゃ。うおーい。というわけで、まさかの奇跡のバーサということでね、裏返しになりましたが、ノーロックです。おしまい。あ、おしまいだ。おっしゃ、というわけで、バルキリー。え、あれ、おかしいな。俺8体作ったつもりでこいつも1体残したと思ったらさ、いいよ、出してこい。 9体編成してた。いいよ、9体でこい。俺は8体で。ちょっと痛い。かかってこい。これで1体抜きされたらちょっと泣いちゃうけど。いくぜ、3、2、1、ゴーシュ。おしゃー。待って、すげえ気持ちいい。いや、お前。はい、というわけで、まあ、バレで倒せたからいいや。ナロク、足剥がれた。
というわけでね、覚醒ではないけれどもね、これを使ったカスタムということで、よかったらみんなもやってみてください。それではお楽しみにしていてください。じゃあねー。